僕の金関係と、そして僕は現在、僕の32歳、無職童貞の理由は、僕は老少前、7歳からドイツで引っ越し、目が不自由な医師に育てられた。だからずっと国から手当てをもらった。その条件下で働ければ、もらった分は国から取られているから、ずっと仕事を控えた。高校期末試験を失敗した後、高校2年間繰り返すか、来日するかの選択肢がある。僕はドイツの期間を、一番下から高校まで登って、当初も24歳だったから、すかさず、金庫から100万円のローンを取って上京した。そこまでには、全く金と無念で、最初は膨大な金額を損失し、雰囲気タイプだから、バイト先見つけるのに、来日から1年間かかった。当初その金額は早くなくなったから、ずっと親のすねかじりで、親戚の金ももらった。僕と比べて金銭的にはるかな上な日本人大学生の友達はみんなと交流するのに散々金を使ってその後よく親からよく行かされたその小も宗教にはずっと罪悪感を抱き困窮していたそのストレッシュの家たくさん残業やった死ぬほどのストレスが増した時たくさんトラブル実証届けを出した